はい、部品になる、広島市、中区の合同庁舎検察庁前からお送りいたします。法の日の週間10月1日から10月7日までということで、垂れ幕が掲げてられております。今回はですね、前回広島拘置所を、動画を紹介したところですね、ちょっと映像が暗かったんで、今日はですね、もうちょっと明るくはっきり見えるような形で、皆さんにご紹介したいと思いまして、今から、そちらに向かっております。はい、検察庁前です。はい、検察庁前ですね。はい、これを北方向に向かって歩いていきます。左手は、合同庁舎検察庁です。広島法務総合庁舎、今日は土曜日ですんでお休みです。はい、この右手に見えるのはですね、広島の家庭裁判所です。はい、ここから拘置所になります。これが拘置所の掲示板です。刑務官が募集されています。あ、面会差し入れ受付時間は8時半から1時30分、1時から4時で、日曜国民の祝日、土曜日の面会差し入れはできませんと書いてありますね。これが正門です。はい、これが広島拘置所の看板でございます。ここは壁画作りにあたってという、看板説明がされております。はい、正面にあるのがですね、広島の天津病院です。あ、前回来た時はこの文字には気がつきませんでしたね。火葬行列名なんですね。ああ、これが火葬行列の。はい、これが裏門です。はい。